基本的な考えとして議会との関わり方について伺います。委員会や議会が一致して市長に意見を述べたとき、その考えを尊重するかということです。先の建設常任委員会では JV の構成条件を市が4社以上として入札不調が続いていた問題で、日本共産党の川端委員も含む全ての委員が4社以上にこだわる必要はないことを表明しました。しかし委員会では最後まで4社以上に固執し続けました。このままではさらなる入札不調が予測される中、結果として9日の記者会見で JV の構成条件を3社以上に緩和したことを発表したため入札が成立したものです。市長は議会の意思は尊重させていただくと言います。しかし